みんなの心にグググッと群馬帝国。どうも群馬帝国民です。皆様お久しぶりです。ということで、これね、皆さんにね初めて見せると思うんですけど、これが私の作業場です。基本的にね、このマイク、最近買ったねオーディオインターフェースで、このヘッドホンかけてね編集してます。で、これ今方初公開ね。で、急になぜこの動画上げてるかというと、皆さんにちょっとね感謝の気持ちがありますのでね、それを報告でちょっと上げてみました、急遽ね。まあ私ね、本人がね出るのはね久しぶりなんですけど、私ゲーム実況の方で収益化ができまして、それで結構ね皆さんのおかげでねいろいろね収入も入るようになったんですよ。それなので皆さんにねちょっとねいろいろ公開していこうかなと。でね、今後ねゲーム実況を始めたい人とかね、こう YouTube 始めたい人とかにね参考になるようにね、どんどんねこういうところも配信していこうかなと思います。やり方とかもね今後教えていくし、収入もねどういう風になったら取っていけるかっていうのをね、ちょっと少しずつね教えていこうかなと思っております。で、今回は初めて、初日ですね。これが私のね、編集環境です。で、今回、すごく感謝してることがあって皆さんに、それがですね、ちょっとね、これ買ってみたんですよ。見てください。いつもは、これ作業するときにね、このバランスボール。このバランスボールに座って、これパソコンパチパチしてるんですけど、よいしょ。今回これ、皆さんのおかげでこれ買うことができました。これですね、ヨギボー。ライジンとかでもね、有名なね、ヨギボーですよ。ヨギボーマックス。このヨギボーマックス、買いました。170センチ。嘘。170センチあるか?このヨギボーマックス、買わせていただきました。ということでね、このヨギボーマックス、これ皆さんのおかげなのでね、これ皆さんの前で開封していこうかなと。このヨギボーね、ちょっと楽しみだったんですよ、私も。こんなでっかいですよ、こんな。こんなでっかい。私の先日身長を見てみれば、私170あるんですけど、このぐらいです。で、開けていきますね、実際に。で、もちろんカラーは何色だと思います、皆さん。カラー。この4本のカラー。まあ大体ね、私のチャンネルを見てる人だったらわかると思うんですけど、これ開かない。開きました。じゃじゃーん。ほい。ほい。ほい。開けるのが超大変です。でしょ。なんかもっと開けやすい方法ないんかな。はい、皆さん、じゃじゃーん、ワインレッド、群馬帝国民カラーのワインレッドにしました。ヨギボー、イエーイ。ということで、これね座り心地試してみますか。どうやってたのこれ。おお、半端ねえ。あ、これ人をダメにするっつうけど、これダメになるかもしれん。え、なにこれ。うわ、これすごい、これ。あ、はかどるぞ。これは絶対はかどる。っていうか眠くなっちゃう。こうやって適当にね、この辺こう。ふいって座れば、椅子になるみたいですね。うおこれ難しいな。慣れるまで難しいな。多分、金持ちすごいな。ヨギボーね、お金持ちみんな持ってるもんね。こんな感じ。こんな感じですね。こんな感じ。横にしても大丈夫ね。横にしてもね。横にするとこんな感じですね。練ります。練れる感じ、こうやって。全然練れる感じだね。いいね。これ皆さん買った方がいいですよ。これね、だいたい3万ぐらいで買えるんですよ。3万ぐらいで。なんで、お金に余裕がある方はぜひね、これ買って損しないかもしれない。すげえ楽。で、このヨギボーマックスね、座る場所によってちゃんとね、位置がね、変わる。だからちょっと高くしたければ、こう、上の方座って、座ればいいし、まあ、なんかもっと低い方がいいなってなったら、この下の方を押せれば、こう、背もたれが来て、こう、低くなると。こんな感じになりますね。調味料が見えちゃってますけど、私、料理するんで、料理もします。料理チャンネルもしようかな。ということでね、今回はね、このヨギボーマックス、皆さんのおかげでね、購入できました。ということで、大変感謝しております。で、また今後もね、いろいろ編集に勤しんで参りたいと思います。で、今はやっぱりゲームのね、実況チャンネルがメインとなって、もうね、2800人いって、そろそろ3000人を行くところなんですが、こっちのね、実写の方のチャンネルも
頑張りたいので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。普段の動画はちゃんと縄文カルタとか群馬県のいいところの名産とか名地を紹介しております。でね、いつもねこのね群馬帝国民間バッジっていうのを用意してるんですよ。このね群馬帝国民間バッジ、これをね皆さんにねプレゼントしてこうつけていくことによってね、で皆さんもね群馬帝国民になるので、これのねプレゼント方法とかもねやってます。なので群馬県民のあなた、必ずチャンネル登録してください。それとね、今後ね YouTube やっていこうかなっていう人もぜひね見てくれれば幸いです。特にゲーム実況とかやってみたいなとかいう人は、事細かにね質問コーナーとかコメント欄にどういう機材やってますかとかあったら、そういうのも教えますし、いろいろね編集方法であったりサムネの作り方であったりとかも教えていきますので、ぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてまた見に来てください。じゃあね、足早になりますが今回はこの辺で、本当に皆様感謝しております。これからもよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。